い、8月16日に発売でございます。ね、楽しみに。そうそう、ツイッターでね、ランキング、トレンドのランキングじゃなくて、多分普段から AKB とか、まあアイドルが好きな方だったり、私のことを応援してくださってる方のところに、なんかトレンド入りみたいな感じで、私の下尾美優って名前が一時的にね入ったらしくて、すごく嬉しかったです。そう、ありがとうございます。なんかいろんな方がつぶやいてくれたみたいで、すごい嬉しかったな。で、今日のメールの写真はシュープレさんのオフショットになります。ツイッターにもまあ載せるかな、まあ早めに皆さんに見せようと思って、メール撮ってくださってる方に早めに見せました。で、ツイッターにはまあ別バージョン載せるかもしれないです。撮影自体すごく楽しくて、あのね、撮影楽しかったって感じ。あと、なんだろうね、すごいね、撮り方がいつものカメラマンさんと全然違ったんですよ。すごい自然な表情を引き出してくれるというか、なんかそういう、なんか友達と本当話してる感じで、話しながら撮ってって感じをしてました。服はね、待ってね、ああ、6着ぐらい着たので、まあどれが使われてるかわかんないんですけど、結構着たんで、ぜひ。結構着た。いろんなやつ着た。いろんなやつ着たから、まあ新しい一面として、そう見てもらえれば、はい、週刊プレイボーイは日本では結構有名な雑誌ですね。それこそなんか水着だったり、そう、そうですね、有名だね、結構有名です。ね、やっぱでも水着ね、やっぱまだ慣れてないんですけど、そうけどね、なんか楽しんで撮影できたからよかったかな、今回は。そう、プレイボーイさん出させていただけること、本当に嬉しいことなので、楽しく撮影してきました。私ずっとセクシーなグラビアしたいって言ってたっけ。まあ成り行きでって感じだったんですけどね、48 タイムズさんで初めてのその水着ショットやって、でそっから嬉しいことにお話があったので、今回もお引き受けしました。嬉しい。
うん、嬉しいことにね。まあ二十歳だしね。ね、あ、そうね、撮影は好きなんですよ。撮影することはすごく好きなので、そうね、みんなにね、またね、そのお知らせしたいことがね、できたので、まあ早くお知らせできたらいいなと思うんですけど、楽しみにね。だってドボンもね、そうなんですよ。今ね、ドボンね、下見推しの順位で今ね、60何位くらいまで来たよ。やっと追いついてきました、だんだん。うん、髪型ありがとう、嬉しい。うん、ポニーテールでは基本やっぱ稽古中はポニーテールが多いですね。そう、お風呂まだ入って、本当にさ、今日も昨日と同じくらいの時間に帰ってきたから、そう、本当帰ってきて今スイカとスープを夜ご飯食べて今ですそう、だからまだお風呂入ってなくて、これからお風呂入って明日も頑張ろうです。明日何時かな何時かなって感じです。あ、明日早いから頑張るぞ、明日早いから頑張るぞ、だな。はい、いや本当に舞台だんだんね、本番が近づいてきて、そう、まだまだしなきゃいけないことたくさんあるので、一つずつクリアにしていきながら頑張ってるので、皆さんぜひお待ちしてます。りんちゃんがなんかツイッターに載せてくれてるの？なんだろう、りんりんの絵って本当に上手だよね、尊敬する。懐かしい、そうそう、こういうことがありました。本当にりんちゃんの絵ってかわいい、絵心ある人すごいよね、いいよね。そうそう、これ実際に、怒っていたことですそう、稽古のね、合間にね、やっぱ空き時間がどうしてもあるんですけど、その空き時間で暇だね、ドボンするかってなって3人で一緒にね、ドボンやろうってなってやってるんですけど、なんか3人が一緒になんないんですよ、絶対。絶対なんか私とりんちゃんとか、おだいりとりんちゃんとか、私とおだいりとか、そう、3人で全然一緒になんなくて、そう、こういうことが起こってましたうわ、シュナーベルの期待が高いよって。やめて、緊張するから。
ね、今日そういえば演出家の方に幸せオーラ全開だねみたいな感じのこと言われた。イエイ。 楽しんでます。自分以外の人になることを楽しんでます。いろいろあるからかな。あ、プレイボーイさんは、今月の16日発売です。8月16日発売予定です。発売です。そうだね、ちょうど来週か。ちょうど来週だ。来週の月曜日だ。私もね、楽しみ。完成冊子見るのが、紙面で見るのが楽しみです。私もね、どれが選ばれてるかとか、どんなショットで構成されてるかとかわかんないので、楽しみ。あ、はい、ぜひ皆さん見る用と保存用と拡散用と ゲットしてみてください。攻めたショットはないかな。あったかな。なんだろう、でも自然なショットがたくさんあると思います。自然な表情のショットがたくさんあると思うので。何歌おうかな今日。昨日何も歌ってないから。なんか夏らしい曲がいいですね。何歌おうかな。これ歌おうかな。じゃあそれでは聞いてください。ギンガムチェック。ああ、右肩もいいね。確かに。でもギンガムチェック。ギンガムチェック。
こんなに君を好きでいるのに僕はごまかしてる。ありがとうございました。じゃあギンガムチェックの服着ない。でも可愛いなって思う。やっぱ夏らしいし。
可愛いなって思います2回言っちゃったね。じゃあランキング発表いきます。13位からひよぱんさん、13位おめでとうございます、ありがとう。そして12位がワッフルさん、12位おめでとうございます、ありがとう。そして11位カラダニピースさん、11位おめでとうございます、ありがとう。そして10位がピーシアさん、10位おめでとうございます。そして9位がミユの彼女シリーちゃん、9位おめでとうございます。そして8位がアスランヒデちゃん、8位おめでとうございます。そして7位がウミウミさん、7位おめでとうございます。そして6位がミユディシ、ゆくいちかよ。そして5位がミッチーさん、5位おめでとうございます。そしてそして4位が台湾わらしさん、4位おめでとうございます。そして3位が星侍さん、3位おめでとうございます。そして2位がリムさん、あ、2位だね、いいちかよ。そして1位がケンちゃん、1位おめでとうございます。はい、登壇してる方だけ読ませていただきました、ありがとうございます。見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。じゃあスクショタイムいきますね、いきます、はい、チーズ、うん、ありがとうございます。じゃあ一ポーズだね、いきます、はい、チー、あ、他のポーズの方がいい、目が見たよはい、チーズ、ありがとうございます。じゃあ今日はこれにて終わりたいと思います。明日の配信も多分このくらいの時間になるんじゃないかなだと思います、多分この時間かなって思いますだね、多分この時間です。ということで皆さん、また明日、おやすみなさい。チャイジャイオラタリサドカワンガン、おやすみなさい。また明日。だから23時30分からにしときます。ネイルンパン、夜半し、サムシップンブットパンスワイオコッパジセヨ。そしてトゥモローショールームアッ11サティペアモチプレイズ、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、おやすみ。チャイジャイオ。Good night. Natalie Saduka. Wangan.